こんにちは山岡キャプテンですかドカ弁のね。小学生の頃から中学生にかけて、まあ野球やってた時でもあるんで、結構ドカ弁見てたんですよ。で、ドカ弁がね、あれがね、最近まで続いてたっていうのがすごいですよね。で、書き上げた後に、完結演書いた後に、水島信二さんがお亡くなりになるっていうね、まさに野球人生だったかなと思います。その中で、その山岡さんっていうのはね、 あの高校を卒業する時に自分の人生を振り返る人生っていうかね野球生活を振り返ってちょっと涙するシーンがあるんですけども「俺たちは数々の伝説を作り上げたよな」っていうセリフを言う場面があるんですけども実はこの山岡キャプテンって痛恨のエラーをしたりねそれから三振ばっかりしたりとかいいとこないんですよいいとこないのにキャプテンっていう肩書きで最後まで突っ走っていわゆるねあのドジキャラなんですよねで本人はすごく真面目なんですよでも数々の栄光を貸し取った っていうのはお前は違うだろうっていうふに読者の方からね散々ツッコミが入った一コマであったんですけどねで今回取り上げたいのがあの岩木正美さんですよねこれはねドカベンというストーリーを書いた時に最初は山田太郎が登場してきていろいろストーリーをこうやっていくっていう形だったんですけども最初はね却下が出たんですよこれじゃ面白くないよって。ということでいわきっていうもう一人のドカベンを、えー 登場人物として出すことによってオッケーになって結局山田太郎といわきのこの2人のその友情がラストまで行くっていうのがこのドカベンなんですよねだからラストシーンっていうのは一番最初のシーンがそのまま出てくるっていうね感動の一コマで終わってるんですよねまあそこを指差してもしかしたらこれはいわきかあのドカベン山田太郎が2人でね中学の頃の休憩時間に思い描いていたなんか 無駄話をずっとドカベンというストーリーでやってて最後にという話やんや面白いだろってこれから頑張ろうぜみたいな感じになっていくんだよな頃かって夢落ちパターンで締めくくるみたいな説もあったりするんですけどもまあこのストーリーは結局最後までリアルなものとして実際のプロ野球と絡んだりとかしてね終わっていくって非常にね野球少年だった人たちにはその人生を反映させたものになるんではないかなとかでですよねでこの岩木っていうのはね。 中学の頃から一目ぼれしていた夏子はンっていうねあのクラスメートがいるんですよねで案外登場してからあの相思相愛みたいな雰囲気を出してずっと行くんですけども岩きがプロ野球に入るかどうかっていう時に夏子はんはねちょっと浮気をするんですよね大学生とねでその本人も自覚してるんですよ で、浮気もするし、その後、岩城くんの前から姿を消して、実はね、再会したと思ったら、それ病院だったんですよ。夏子班が病院にいて、岩城が心配だから来たんですよ。どんな病気なんやったら、いや、私は妊娠してるんですと。で、結婚もしてるのよっていうふうに話して、どういうことやみたいなね、本当に読者からしても急展開だったんですよ。で、結局、夏子班は、岩城と相思相栄だったはずなのに、ま、あの、 全然知らない人と、ね、結婚して、ね、子供までできてそれから幸せな人生を歩むみたいな感じでいわきは「ああ夏子はありがとう」と「さよなら」みたいな感じで男らしく去っていくんですけどもその時に言ったのはね夏子さんは自分のお父さんが経営してる会社が経営難になった時に実はうちの息子と交際してくれるんだったら結婚を前提に交際してくれるんだったら資金援助しますよっていう風な政略結婚が持ち上がってきて夏子はんはそれに同意するっていうところだったんですよね。 そこに対していわきがねその事情を知った時にかける言葉が「あ夏子はんとそれは違うよと」とあのねその男性は夏子はんを好きになったんだとその後で事、えー、業のごたごたっていうのを知ったからそれはね夏子はんに心から惚れたんだよとさすが目が高い人だよその男性は二人で絶対幸せになってくれというふうに自分の気持ちを押し殺して二人に対してね宿泊を預けながらこう去っていくんですよねかっこいいないわきって感じでした。 でそれで終わるのかと思ったらしばらくするとね夏子はんはなんとね事情は分からないんですけども離婚してシングルマザーになってるんですよでそこに岩城くんがまた再会してねで、娘さんがすごく自分に懐いてくるんですよね小学生か中学生ぐらいの,あの娘さんが懐いてきてそれでしまいにはね岩城くんが夏子ハンと俺の夢叶えてくれと今でこそお前と結婚したいんやと。 言ったら息さん娘さんもねいわきさんが私のパパなので最高みたいな感じで夏子はんは長い、ねえー、自分の人生を振り返ってこちらこそ岩城くんありがとうって感じでなんか、ね、結局さやに収まっていくっていうね、まあ、いいストーリーだったんですよね。うん、だ岩きってなんか破天荒に見えますけども,もう一番の大和魂を持ってる感情型人間なんですよね。うん、で山田太郎どっちかっていうと冷静沈着で。えー まあ何、ねまあ、て言いますかね真面目というね <laughs> その2人のなんかやり取りが、まあ、バランス取れててよかったかなっていう、ね、ストーリーでした、まあ、ドカベンねい,やいいシーンが多いですよ野球を知った方が絶対楽しめるんだけどもでもそういったサイドストーリーがちゃんと入ってるところもなかなか硬派の漫画だなって気がしましたね、うん、ちなみにねあのドカベンに出てくる女性キャラはみんな可愛くないんですよ <laughs> だから女性を描くのがあんまり上手じゃないんでしょうね、清水島真司さんがね、まあ、その辺が、ますます野球漫画が野球漫画であり続けるということになるかもしれません。あのドガメ以外の野球漫画って、どっちかっていうと、恋愛漫画で野球をおまけにしてるんですよ。だかかららそここがねねファンのの意見の分かれるところなんでしい、ね、いっ,らっしゃい